ジャーナリストの視点田村厚史氏のコメントをめぐる金プリ長瀬恋なんだったい平野仕様に対するファンの反応。2023年10月22日、お笑いコンビロンドンブーツ1号2号の田村厚史氏が自身の SNS アカウントを通じて、元キングプリンスメンバーである長瀬角。 神宮寺勇太、た、岸ゆ太によって結成された新グループ、ナンバー I について言及しました。特に、厚志氏の娘が長瀬角と平野耀のファンであり、どちらのグループも応援する姿勢について言及したことが話題となりました。一部のファンからは、そのコメントに対して否定的な反応が寄せられたことが明らかになりました。 この記事では、田村敦志氏のコメントと、それに対するファンの反応について掘り下げ、半分化と死活について考察します。田村敦志氏のコメント。田村敦志氏は、自身の娘がキングプリンスへの流瀬角と平野紫耀のファンであることを明かしました。彼の娘が流瀬角と平野紫耀の応援をどちらも続ける姿勢について、 変わらず、こっちも応援するし、こっちも応援する。両方応援するのが私のスタイル、と述べたことを報告しました。厚志氏自身も、長瀬角と平野紫耀の両方を応援する姿勢を肯定しました。しかし、これに対して否定的な反応が SNS へで出現しました。 一部の人々からは、田村厚志氏がどちらかのグループに偏って応援しているとの指摘がなされました。彼らは厚志氏が特定のグループよりであると主張し、そのコメントが中立的でないと非難しました。このため、厚志氏は SNS 上で反論し、勝手に SNS で印象操作しないでよ、どちらにも寄ってない。どちらも応援している。 と述べ、自身のスタンスを明確にしました。彼はファンたちに対して偏見のない中立的な姿勢を求めました。ファンの反応。田村敦氏のコメントに対するファンの反応は分かれました。多くのファンは敦氏のスタンスを尊重し、どちらのグループも応援する姿勢を支持しました。 一部の人々は、ファンが複数のアーティストやグループを応援することに理解を示し、個々のスタイルや趣向を尊重すべきだと主張しました。しかし、一部のファンは、厚志氏のコメントに対して批判的であり、彼がどちらかのグループに偏っているとの主張を強調しました。彼らは、厚志氏のコメントが中立的でないと感じ、そのことに不満を表明しました。 この議論は一部の SNS 上で激しいものとなり、ファンコミュニティ内で対立が生まれました。死活とファン文化について、この出来事を通じて死活、しかつアーティストやアイドルを応援する活動とファン文化について考察する必要があります。ファン文化は、ファンが自身の死、お気に入りのアーティストやアイドルを熱烈に応援し、 彼らの活動を支えることを中心に展開される文化です。この文化は多様で、個々のファンが自身のスタイルで応援活動を行います。死活はファンが自身の死に対する愛情や応援を表現する手段であり、これは非常に個人的で主観的なものです。 一人のファンが複数のアーティストやグループを応援することは一般的であり、ファンたちが異なるアーティストやグループに対して愛情を抱くことは珍しいことではありません。したがって、田村敦史氏のコメントが取り上げられたことは、ファン文化の多様性と個人の選択の重要性を再確認する機会といえます。彼の娘が複数のアーティストを応援する姿勢は、 ファンが自分自身のスタイルで死活を楽しむことの一例であり、尊重されるべきです。田村厚志氏のコメントをめぐる議論は、ファン文化と死活の多様性を再確認する機会となりました。ファンは自身のスタイルで死活を楽しむことができるべきであり、その選択は尊重されるべきです。 死活は個人の愛情表現であり異なるアーティストやグループに対する愛情は同時に存在することができます。ファンコミュニティは相互尊重と理解に基づいて発展することが重要です。